マーケティングを学ぶことは会社を成長させる上ではとても重要なんですが、特にコンシューマーマーケティングというものが大切だというお話をさせていただきます。コンシューマーマーケティングって何なのかっていうと、コンシューマーっていうのはお客様ですね。お客様のマーケティングが大切だということになります。どういうことかというと、私の会社を伸ばすのも、潰すのも誰が決めるかっていうと、僕のやり方投稿じゃなくてもお客が決めるわけですよね。あんたの会社いいねと思えば伸びるし、いらないよって言われたら潰れてしまうということで、大切なのは私が何を売りたいかとか、私がどうすべきかという話ではなくて、お客は何を望んでいるのかという考え方、これがコンシューマーマーケティングと言いますが、こちらを学ぶことがとても大切です。